付き合ってあげてもいいかなは、タミフルによる日本の漫画。小学館が配信する、ウェブコミック配信サイト、ウラサンデー及びスマートフォン向け無料漫画アプリ、漫画ワンにて2018年8月31日から、連載中。偶然にもお互いの恋愛対象が女性だったから、という理由で付き合い始めた二人の女子大生による、恋愛模様と、 彼女らを取り巻く人間関係を描いた恋愛漫画となっている。元となったのは2018年に作者がコミティアで発表した同人誌であり、同人誌版と商業誌版では主要なキャラクターのビジュアルや名前は共通しているものの人物の関係性などの細かな部分で異がある。本作は女性同士の恋愛を扱った漫画である以上に、 恋愛漫画の一つとして捉えてほしいという作者の思いから、公式では、ユリという表現は控え、ガールズラブという言葉が使われている。また、女性同士のリアリティのある恋愛模様を描くことを意識した作品であり、そのため、男性キャラクターが登場したり、キスや性描写などが含まれるのが特徴である。なお、便宜上公式以外のメディアでは、ユリ作品として扱われることがあるため、 本校もこれに習う。犬塚美和は大学へ入学した直後、ひょんなことから自分とは全く違うタイプの人間である、猿渡りサ子と知り合い友達になる。美和はサエ子に誘われるがまま軽音楽サークルに入部し、その際に会話の流れで互いに同性愛者であることをカミングアウトする。サエ子は初対面の時から美和のことを憎からず思っていたこともあり。 せっかくだから付き合ってみないと提案。庭はサエコに対して恋愛感情を持っていなかったために戸惑うが、恋愛への興味がまさり、サエコの言葉に流される形で交際を始めることにした。ありがとうございます。